やめろ、やめてくれ。陽介くんが悪いんだよ、別れようって言うから。俺には今好きな女の子がいる。誰かって、それは真ん中に座ってる女の子、あけみちゃん。顔も可愛くて性格も良くてみんなからモテるんだよな。それに比べて俺は地味だし、女の子ともまともに話したことがない。あけみちゃんが俺のことなんて見てくれるはずないよな。はい、陽介、おはよう。ああ、おはよう。どうした、朝からぼーっとして。あ、いや、ちょっと考え事してて。陽介くん。あ、あけみちゃん、放課後話したいことがあるんだけど、いいかな。もちろん。よかった、じゃあまた放課後ね。うん、また。あけみちゃんと二人きりで話せるとかずる。いや、でも多分大した話じゃないよ、多分。いや、もしかしたら告白かも。告白？いや、まあでも、そんなわけないか。さすがによっちに告白するほど、あの趣味悪くないわ。おい！話って何？好き。え？実は陽介くんのことが好き。私でよければ付き合ってほしい。お、俺もずっとあけみちゃんのこと好きだった。本当に？だから、俺でよければ俺と付き合ってほしい。嬉しい。本当に？こうして俺はあけみちゃんと付き合うことになった。みんなおはよう。陽介。どういう状況？二人ってそんな仲良かったっけ？俺たち付き合うことにしたんだね。うん。それから俺とあけみちゃんが付き合ったことはあっという間に学校中に知られていきました。あけみちゃん、陽介くんと付き合ったなんてびっくりだね。ねえ、陽介くんみたいな人がタイプだったんだね。ねえ、いや、陽介があけみちゃんのこと好きになるのは分かるけどさ、あけみちゃんが陽介のこと好きになるなんて思わなかった。確かに二人で話してるイメージなかったから余計にびっくりするね。うんうん、絶対あけみちゃん俺の方がタイプだと思ったんだな。そんなわけないじゃん、顔ゴリラなんだから。え、シュンシュンのこと好きなのミミだけだよ。いやいや、あの、ごめん、俺ミミよりドミちゃんの方が好き。え、私が好きじゃないからあけみ。陽介くん、今日親帰ってくるの遅くて一人で不安だから、陽介くんの家行ってもいい？え、ああ、もちろん。やった、じゃあインカム終わったら待ってるね。うん、待ってる。うん、わあ、よっちくんの部屋ってとっても綺麗なんだね。まあね。あ、なんかジュース飲む。うん、ありがとう。取ってくるね。これ。ありがとう。ゲームでもやる？ゲーム？あ、俺ゲーム好きなんだ。これとかさ、ほら。あ、やっちゃった。こうして俺はあけみちゃんといろんなことをしてたくさんの思い出を作っていった。ですが、あー、よっちくんの手ってなんか大きいね。みみちゃんのがでかいよ。え、そうかな、うん、でも男らしくていいじゃん。そうかな、まあ野球やってたからね。うん、そうなの。うん。あけみちゃん、おはよう。おはよう。よっちくん、ちょっといいかな。お、うん。さっき、みみちゃんと何話してたの？いやいや、別に大した話じゃないよ。なんかあの、手大きいねみたいな。そうなんだ。え、みみとなんかあったの？いや、そういうわけじゃないんだけど、なんか距離近かったから私のこと嫌いになったのかなって。いや、全然嫌いになってないよ。むしろごめん、心配かけちゃったね。でも本当にミミタ本当に何もないから。うん、ありがとう。
くんありがとう。私も手伝うね。あ、ありがとう。なんて言ったの。あけみちゃん、どうしたの。よっちくん、ちょっと話したいことあるんだけど、いいかな。うん。話って何。なんかよっちくんって女の子と喋りすぎじゃない。え、だって細田ってみみちゃんと仲良く喋ってたし、とみちゃんとかって。あけみちゃん、二人はただの友達だよ。なんもないなんて信用できない。私はよっちくんの彼女だよね。私の嫌がることなんでするの。私が可愛くないからか。え、いや別にそういうわけじゃないけど。どうせ私のことなんて嫌いなんでしょ。もういいよ。ってことがあってさ、ケミちゃんって結構ヤンデレ彼女なんだね。ヤンデレ、あ、まあツンデレみたいな感じ。ああ、メヘラとツンデレみたいな感じ。ああ、そうか、あけみちゃん意外だったな。最近さ、学校でもプライベートでもなんかあけみちゃんに常に見られてる感じがして怖いんだよね。何それ怖っ。まあ、でもあけみちゃんと付き合ってることでよっちが辛い思いするんだったら、まあ、別れるっていうのも一つの手だよね。まあなあ、俺もそれ考えてた。なんかシュンシュンに話したらちょっと気が楽になったわ。だよ、俺たち友達なんだから、うん、困ったことあったら何か何でもいいよ。いたお前いてえよ、うん、いやいや、おおおまあでもあけみちゃんに一回話してみるわ。おお、なんだそれ。いや、セリフ一個先に言っちゃったんだよ。そうか、ごめんね、急に家に呼んじゃって。ううん、よっちくんからデートに誘ってくれるなんて嬉しかった。よっちくん、どうしたの。あけみちゃん、俺たち別れよう。え、俺、あけみちゃんに告白された時すごく嬉しかった。でもミーミとドミちゃんと仲良くするたびにいろいろ言われたりするようになってから、だんだん普段の私生活でもあけみちゃんの視線を感じるようになって、それから俺あけみちゃんのことだんだん怖くなっちゃって。だって見てたもん。え、視線を感じてたんじゃないよ、本当に見てたんだよ。え、どうしてそんなこと。だって彼女じゃん、普通でしょ。彼女だったらよっちくんを取られないようにって見張ってるの普通でしょ。なのになんで私と別れようって言うの。もう勘弁してくれ。何笑ってんだよ。じゃあさ、死んでよ。私と別れるぐらいなら死んでって言ってんの。もうやめろ。人形バレちゃったか。でももう許さないから。いやー、動かさなきゃ。そうしない方がいいかも。かゆクリーンバッグで持つよ。包丁はどうなる。包丁はもうそのままでいい。別になくても包丁移したい。移さなくていい、移さない方がいい。じゃあこのさっきこれとさっきのどっちかの首から下を使ってください。OK。で、よっちさん、ありがとうございます。ここで